今回は最近のガープは笑顔の描写しかないことからガープのある疑惑に気づいてしまった読者の反応集を紹介します。スマイル食ってる。言われてみれば確かにずっと笑ってるな。そういや D の一族って死の間際に笑うよね。思ったより笑ってた。ここで慌ててるあたり新世界の海賊だけあってガープの強さというか攻撃方法知ってんのかな。スマイル食ってるの字面で吹いたわ。ブワッハッハッパが擬音になってるし実際言ってるしで今後二度と笑えないような状況になるんじゃないかと不安になる。ルフィが食ってたキノコ食ってるんじゃね。実はそうでもしないとやってられないくらいのピンチなんだよ。2年前から鬱を患っており笑いだけで無理やりそう状態にスイッチしているガープってこと。久々の大暴れではしゃいでるだけかもしれないし、直接ガープじゃないにしても読み切りの時も笑ってた記憶。頂上戦争編が基本的に曇ってただけで普段はこんな感じだろうな。ウォーターセブンでもよく笑ってたし、笑い事ではないんだけどな。これくらいロジャー時代にいくらでも経験しただろうしコビーがくたばるわけないと思ってそうだしな。そもそも殺すならさらわないからな。ニカみたい白いし、太陽神ニカ老人なの確定。クレハも登場シーンほぼすべて笑ってるから若さの秘訣が笑うこと説は見たことある。SBS でも若さの秘訣はハッピーでいることって言ってたし穴がち間違いじゃないんだよな。笑いは本来威嚇っていうからね。カイドウ VS 前世紀ガープどっちが勝つ？前世紀ガープかな。ロジャーと互角かゴッドバレーの件を考えるならそれ以上っぽいし。ガープな気がする。前世紀ガープが前世紀白ひげロジャーと互角ならカイドウさんと同格に思える本人は否定しそうだがもしそれ以上なら上だろうけれど。カイドウは案外リアリストなんだよな。お互い本気でやり合えばガープもただでは済まない。それはそうとガープはカイドウよりも打たれ強そうだし正面から殴り合って勝てるキャラは皆無だと思う。ローガープならカイドウの方が上だろうけど前世紀ならガープのイメージ。戦ったことあるのに例のカイドウが思い浮かべたメンツに入ってなかったしカイドウが勝つんじゃね。戦ったことあるのか。その頃のカイドウだと副船長のレイリーあたりが処理してそう。直接戦ったかは不明では、ロジャーと戦ったってことはその場面ではガープは別のやつの相手してた可能性高いし。あれは強い海賊ってくくりでしょ。カイドウが戦った頃のオデンは海賊じゃないだろ。その時期すでに活動してなかったとはいえ白ひげ海賊団やロジャー海賊団として暴れ回った後だしな。海賊の罪は消えんでしょう。海賊王と互角だったらしいガープ。前世紀ロジャーの描写があまりにも少ねえ。マムの反応見るに白ひげ街道だし前世紀白ひげとしのぎを削ってたガープロジャーの方が上かな。街道の浮かべたメンツは海賊だけって話じゃないのかね。アニメの兄折にはなるがガープも挟まれてたことを教える。差しでやるなら街道なんだよな。パンチ一発見せただけで街道より強いと思われるなんてやっぱりガープはすごいな。差しでやるなら街道だろう。本人の自己肯定感に反するくらいには街道は強くなった。そもそも前世紀時期がずれてるからそこは矛盾しないと思うぞ。前世紀のロジャー白ひげが作品のトップだと思ってる。なので前世紀のガープがロジャー白ひげと互角ならガープの方が強そう。結局比べる根拠がないから結論は出ない。時と場合によるとしか、世界最高峰クラスの実力者同士が怠慢して100例でどちらかが勝つってことはないでしょ。前世紀ガープは鎮座を任すまで複数回戦って鍛え直してるからカイドウも1回で倒せるか微妙だと思うのは俺だけ。これ見るとガープと鎮座がライバルみたいだな。あくまでライバル仲の関係だったんじゃないかね。この時のガープ覇王か使ってないんやぞ。今描写したらしてると思う。手を抜くわけないし。いざとなったら日暮らしが乱入してくるぞ。陳情やべえな。まあロジャーとやり合えたのはガープだけであってロジャーとガープが互角だったかはわからんからな。むしろゴッドバレーの件があるからガープの方が強い説まであるし。多分ファンが思ってるほど上位陣に差はない。まあつまらん結論かもしれんけどどっちが強いというよりどっちも等しく作品の天井なんじゃねみたいな。前世紀同士だとわからんなこれは。何がめんどくさいって当の街道が自己評価低くて自分より強かったキャラの評価高いから街道からの他者評価が根拠として微妙なんだよね。ロジャー、白ひげ、ガープの方が強いと思うがそれはそれとして同ランクにいるやつだと思う。いわゆる左に名前置かれるやつが強い的な。ほぼほぼ互角だけど上3人の方が勝率は高いみたいな感じで。覇気遣いとしてはロジャー白ひげが別格ってイメージだけど生命体として見るならカイドウの最強生物って評価もすごい妥当だなと思う。ロジャーは最強生物じゃなかったもの。ロジャーを何度も追い詰めた時点でガープの方が少なからず優勢だったのでは。それガープ単独じゃなくね。チンジャオに結構手こずっていたのがノイズすぎる。前世紀のチンジャオ舐めすぎていき、懸賞金イコール強さじゃないっての。本人の意思に反して最強って林立てられるのやっぱカイドウさん強すぎて好きだわ。ガープとロジャーの力関係はトッサンとルパンの関係が近いと思ってる。単純なフィジカルだとガープの方が強いんだけど、悪運の強さと頭の良さで起点を利かせてロジャーがうまく立ち回ってたイメージ。
割と今のカイドウも前世紀のロジャーやガープと差はないと思うし互角レベルな気がする。白ひげは逃げ回ってたけどロジャーはガープや戦国が来たら戦うタイプでしょ。実際の逃げ傷なしだぞ。実際は拉致が開かないって理由で海軍とは基本戦わないのが白ひげ。ロジャーが前世紀に禁止しに追い詰められてるから覇気が全てじゃないのも確か。赤さやプラス最悪の世代5人プラスヤマトプラスモモプラスニカプラスプロレスでなんとかギリギリ勝てたのが限界道。こう考えるとトータルはともかく耐久などの面は最強生物と言われる海道が最強では、別にロジャーが単独最強とも明言されてないよな。つかそもそも点割れてるんだしロジャーとも十分やり合えるレベルだと思うよ海道。おでんコンプレックスが抜ければ作中最強なのでは。同じ時期に前世紀が存在しないから比較しようがないしな。おだっちに答えてもらうしかない。ロジャーたちは点が吹き飛んでいるんですよ。言っちゃ悪いけど死人はいくらでも美化できる面あるしな。カイドウが倒せないまま相手が死んだら実力は互角になってたとしてもカイドウはその人たちに自分は勝てねえってずっと思ってそう。別にカイドウ無敗ってわけでもないしな。負けるときは普通に負けるし、ただ100回やって100回ガープが勝つってほどの確絶とした差はそれほど感じない。まあ多分ロジャーやガープだって負けなしってわけではないよね。最強生物が勝つと思う。上でも言われてるけど実力者たちはそこまで差はないと思うよ。100回戦ったら勝敗 50.50 になるか 51.49 になるくらいじゃない。ルフィとカイドウも同じ闇折り描写で実は雲が吹っ飛んでたりする。個人的にはロジャー、白ひげ、ガープ、マムコの4人は前世紀カイドウ、シャンクスはほとんど横並びで、その下に大将とかミホークくらいかな。ミホークは両腕シャンクスと互角だぞ。両腕シャンクスと互角は4校になる何年も前だよ。片腕になってから4校まで上り詰めてるんだから、明らかに当時の両腕の頃よりシャンクスが強くなってるのは間違いない。片腕のなってからはミホークと戦ってないんだし今も互角とは限らないよ。剣技ではミホークが上なのは確実。本編で言われてるし、それはあくまで剣技であってトータルではないけどね。よく騒がれるカムサリよりミホークがすごいことできるのは確定ってことでしょ。片腕になったシャンクスに興味はないイコール競う価値もないってことだし、カムサリが8とか使わない純粋な剣技だったら確かに確実かもね。あと片腕イコール競う価値ないはあなたの妄想であってミホークが言ったわけではないでしょ。そもそも黒刀が覇気によるものなのに覇気がどうとか関係ないだろ。競う価値がないかどうかはミホークがどう思ってるのかわかんない以上確定じゃないだろ。今まで競ってたライバルが片腕になったら価値があるなし関係なくなえるってのもありそうだし、個人的には白ひげとロジャーが互角ってのも疑わしい。二人が点割れしてる部分覇気の部分だけで言ってるならグラグラある白ひげの方が強そう。最強生物とか世界最強の男とか異名つけられてる奴らがいるんだからあの世界じゃ優劣ついてんじゃないの。猛攻でええやろ。ロジャーのカムサリシャンクスのカムサリイコールミホークの剣技、黒刀って剣技には入らないんじゃない。剣士が刀プラス覇気をずっと使いまくってできるのが黒刀であって剣技と覇気の技術は別物。シャンクスとミホークどっちが強いか論争ってもはやどっちの方が好きかってレベルだろ。